えたことは素直に褒めてやろう。だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで固くなに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん。人中力のみんなと美獣たち、そんであいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。あれはやばいぞ。じゃあどうする。ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだ。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろ。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくてもまずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさかまたチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい。もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間、待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。ふん。ヒロ先生の本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう
人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どうさあ行こうぜ。ついにやったのか。だが遅い。消えろ。ビジューだ。行くぜ！クラナルトめ、キュービの力を。戦闘開始。おい、はじめに言っておくな。この状態ゆっくりはしてられねえ。初めての美獣化でリンクは完璧じゃねえ。俺の持続時間はそう長くない。十分。いかにキュービとはいえ、6体の美獣相手ではどうもできまい。わしの力を甘く見やがって。へえ、そういうこと言えんのは最初だけだ。俺たちの力たっぷり見せて飛びも抜かせてやろうぜ。美獣玉打った反動だな。奴らの動きが前よか鈍いぞ。今がチャンスだぞキュービ。うせえ。立ち木ごときはわしに命令するな。てめえ、いや、助けを脅せ、こいつ。美獣同士のテレパシーみたいだ。それってレアだし、すごいわ。
美獣たちの動きが鈍ってきた。